皆さんこんにちは。現役引退後も親方として数多くの力士を育成し、相撲協会引退後も相撲解説としてファンから好かれている北の富士ですが、現在大相撲九州場所が開催の中、訃報が舞い込んできました。今回はそんな北の富士の死因や晩年について、また中尾美恵さんとの関係や大鳴門親方の死の真相や八百長疑惑についてや銃の密輸について紹介していきます。ネットで北の富士と調べると不倫の噂が出てきます。調べてみると中尾美恵さんと不倫をしてると数多く出てきましたので、不倫の真相について紹介しています。歌手の中尾美恵さんがテレビ番組にゲスト出演した際、元横綱に誓約書を書かせたことを明かす場面がありました。昭和の芸能界について話が及ぶ中、この噂本当、芸歴62年中尾美恵伝説と出したコーナーの中で、元横綱に誓約書を書かせたとの噂について、そうそうと事実であると認めました。中尾美恵さんは誓約書を交わすのが趣味なんですよと告白、だから誓約書はいっぱいあるのと説明し、まず20歳の時に最初の誓約書を交わしたんだけど、その頃誓約書の作り方ってわからないから、相手が誰だかわからなくなっちゃって、これはいけないと思ってと、それ以降はちゃんと交わすようになったそうです。噂の中の元横綱とは、相撲解説者北の富士勝明さんだそうで、当時について横綱氏は全然面識なくて、ファンだったからあるパーティーに行ったらいらしてたんですよ。一人で途中で帰りそうになったから追っかけて行って、ファンなんですけど私にご馳走してもらえませんってそのまま食事に行って、それでお酒飲んで楽しくなっちゃって、その頃いくつだったかな、何十年後かに会うっていうのが楽しみなの、私は70歳の時に会いましょうかって言ったら、70歳ってあんたババアだよって言うから、じゃあ65歳にしましょうって、65歳の時に私にささやかながらパーティーをしますって誓約書を書いてくれてと誓約書を交わした経緯を説明しました。それでもそれっきり会わなくてと中尾美恵さんは話しました。ただそれでちゃんと実行してくれたのは親方だけだと言い、65歳の時に連絡場所を調べて連絡していいですよってことになった。旭川に弟さんのちゃんこ鍋屋さんがあって、中尾のスタッフもみんな30人ぐらい、北の富士さんもちょうど自分のゴルフのコンペで20人ぐらいいて、合流してと盛大なパーティーになったそうです。さらに中尾美恵さんはそれで味しめちゃってと、今度は80歳の時のために再度誓約書を交わしたことも明かしました。この契約書がネット上でさまざまな憶測を呼び、北の富士が不倫をしていると噂になったようです。次に大鳴門親方との関係について紹介します。大相撲を揺るがせた最大のスキャンダル、八百長告発をした親方と後援者が同じ日同じ病院同じ病名で死亡した疑惑の事件がありました。事件の原因となった大鳴門親方、元関脇鋼鉄山の八百長告発は週刊ポスト史上で1996年に連載され、元大鳴門親方相撲協会一刀両断のタイトルで単行本としても発売されました。その書き出しからして衝撃的で、料亭おきみに一同が返したのはそれなりの理由があった。前場所昭和44年11月の九州場所、北の富士は優勝した。昭和45年1月の初場所、ここで優勝すれば横綱昇進のための連続優勝という条件を満たす、我々の手で北の富士を横綱にしようではないかと提案している面々は、今場所こそ勝負だとばかり気合十分、その結束を固めるための会合でもあった。お気味には北の富士の名古屋後援会副会長で相撲界の闇将軍として君臨した橋本誠一郎氏、
そして大鳴門親方と栃大山、四季の花、龍子、僕奥嵐の面々が集まったそうです。北の富士以外の力士は八百長力士の仲間として北の富士を迎え入れようという勢力だったそうです。そこで兄弟杯を交わすと、本場所とともに様々な裏工作に走り回ったそうです。結果、北の富士は2場所連続優勝し、横綱審議委員会から文句なく横綱昇進の条件を満たしたのお墨付きをもらったそうです。大鳴門親方の告発連載は反響を呼び、外国人記者クラブで講演する予定だったそうです。ところが、講演を12日後に控えた4月14日、事態は急展開を迎えました。大鳴門親方と、その告発を証言者として側面支援した橋本氏が、愛知県内の藤田保健衛生大学病院で共に帰らぬ人となったそうです。死因も揃って肺の機能が低下するレジオネラ菌による重症肺炎ということ。ちなみに死の前日、2人は連れ立ってゴルフに出かけているため体調不良を訴えて入院。わずか1日で2人とも謎の死を遂げたことになりました。大鳴門親方の弟子で、現在は東京吉祥寺でドリンクバー維新緑の店を経営する維新緑はこう証言したそうです。あの時はね、自分もプロレスに転向し、大鳴門親方も武蔵川親方、元横綱三重の海に株を売却し協会を離れていた。僕自身は元後援者と、こんな不可思議なことはないと話していたけど、結局事件は闇から闇へと葬られた。真相と言われても分かりませんね。ただ自分の師匠がこんなことになるなんて、まさに青天の霹靂だったことは事実ですよ。世間は二人とも殺されてしまったと受け止め、マスコミは騒ぎ立てたました。やはり相撲協会は怖い、暴力団を使ったのかと詮索もされたそうです。相撲ジャーナリストの中澤清氏が言うには、偶然にしてはできすぎている気はします。今から思えば、あの時相撲協会が姿勢を正していれば、11年に発覚した十両力士の八百長騒動もなかったはずです。私は大関の海王と千代大海の対戦をしばらく記録したことがあるんです。奇妙なことに、一方が角番になるともう一方が負けてやるという結果がはっきり出ていた。大関同士の助け合いはひどいものでした。はっきり意識して負けてやったわけではないかもしれないが、十両の力士からすれば大関がやっているのだから自分たちもと、八百長がエスカレートした可能性はあると思いますねと話していました。とすれば、大鳴門親方が告発を開始した時期は力士たちに八百長根絶の警鐘を鳴らす時期だったとも言えます。もしあの時、臭いものには二式の対応を取ることなく毅然と対応していれば、もっと風通しの良い相撲協会になったはずです。そんな北の富士ですが、過去に拳銃所持で問題になっていました。北の富士本人のコラムで、私と同年配の方ならよく分かっていると思います、休場してハワイに行っていたとか、反社会的勢力の人たちとの付き合いで新聞に大きく書かれ問題になったこともあります。レコード歌手の第1号も私でした。中でも一番の大事件は1965昭和40年頃でしたか。ハワイなど海外巡業に行った時にピストルを持って帰ってきていた事件は世間を大騒ぎさせたのです。ただしこれには私は関わっていないのですが、はじめは若羽黒元大関さんが捕まって、彼の口から大鵬さんも柏戸さんも持ってきたことが判明したのです。当代切手の人気力士のピストル不法所持は大問題となりました。ハワイに行くとピストルはワイキキの店で簡単に買うことができるらしいです。隣に射撃場もついていて試射もさせてくれます。大鵬さんは横綱といってもまだ若造です。つい好奇心で買ってしまったのでしょう。ハワイなどの税関もまさか力士が持ち帰るとは思いませんから、ほとんど荷物の取り調べはしませんでした。大鵬さんは手先が器用でしたから、解体して額に収めていたらしいです。柏戸さんは始末に困って隅田川に捨てたと自白しています。
警察が大勢で柏戸さんと側ざらいをしていました。とうとうピストルは出てきませんでした。出羽の海親方、元幕内出羽の花に私は、お前は大丈夫かと聞かれました。飛び上がるくらいびっくりしました。実は私も持っていたのです。嘘はつけませんので正直に白状しました。実は部屋に出入りしていた谷町の女性にもらったものです。ある日、その女性が稽古と食事を終えて休んでいる自分に、私フランスに旅行するけどお土産は何がいいと聞くので、ふざけてピストルと伝えましたが、本当に冗談のつもりでした。10日ほどしてその女性が部屋に来て、はい、お土産と言って包みをくれました。昼寝して起きてから開けてみるとピストルだったのです。驚きました。本物を見るのは初めてです。 2,3 日は自分のタンスにしまっていましたが、不安になり九十親方、元横綱千代の山に預けておりましたと正直に出羽の海親方に申し上げました。出羽の海親方はすぐに手を打ったようです。どのような手を打ったのかは知りません。根がバカで世間知らずでしたから、自分でピストルを買ったわけでもないのだから、これで一件落着と思い込んでいました。のんきなもので、私はかねて母が奈良の薬師寺に行きたい、父が京都の舞妓さんが見たいと言っていたので関西方面に行きました。奈良では薬師寺の高田光院館主にも会うことができて、館主のお手前でお茶までいただき、色紙に心の一字とサインをいただきました。母はこれで死んでもいいと大喜びでした。私もやっと親孝行ができて嬉しかったです。それから京都に行き、吉田山荘という立派な旅館に泊まります。テーブルの上に夕刊が置いていたので、何気なく目を通していると、割合に大きく北の富士に出頭命令の見出し。私は慌てて新聞を隠しました。その夜は美味しい京料理を食べ、父と二人で舞妓さんを見に町に出ましたが、なかなか出会うことができずに帰ってきました。今ならなんとかなるのですが、父は残念そうでした。母は寝ずに待ってました。そして私に、お前も大変だね、でも新聞は一部だけではないよと言ったのです。母は偉いとつくづく思いました。翌日、帰京し出頭したのは言うまでもありません。しっかり脅されました。 1,2 時間で済むと甘い考えで言ったのですが、朝9時に出頭して夕方6時まで絞られました。取り調べの刑事さんは2人、1人は優しそうなおじさんで、もう1人は屈強な怖い顔をした刑事。ドラマと同じだなぁとのんきに構えていたら、その怖い方の刑事がいきなり大声で、おい北の富士、ここは下はこそ泥から、上は大臣まで泣くところだ。気が弱いのでいっぺんに縮み上がりました。そしておまけに、お前は横綱になったら太刀持ちじゃなくピストルでも持たせるのか。これにはムッとしました。隠さずに話したら早く返してやると言われたので素直に話しました。取り調べが終わり、部屋のマネジャーが迎えに来てくれた時は嬉しかったです。二度と悪いことはしないと心に誓いました。厳重注意でその後は何もありませんと話していました。現在も相撲解説をお休みしている北の富士ですが、病気の真相について様々な憶測が飛び交っています。調べてみたところ、北の富士が現在認知症で喋ることもできないと言われていますが、調べてみたところこちらも噂だけで事実ではなさそうです。現在も解説を休んでいることから喋ることも難しいと予想され、喋れないと噂になってしまったそうです。そんな中、北の富士改め NHK 相撲解説者の竹澤克明さんが2024年11月20日に亡くなっていたことが分かりました。享年82歳でした。関係者によりますと、秋場所後に体調を崩して入院していました。12月に都内の九重部屋でお別れ会が開かれる予定です。名門出羽の海一門を破門されましたが、70年初場所後に52代横綱に昇進して通算10と優勝。引退後は千代の富士、北斗海、現八角理事長の両横綱らを育て、協会幹部として期待されましたが早期退職で解説者に転身し、歯に衣着せぬ論評で人気がありましたね。
現役時代も派手な行動で再三話題となり、逸話に事欠かない存在がまた一人幕を下ろしました。北の富士は98年春から長年にわたって NHK 解説者として活躍しました。アナウンサーの問いかけにたまに上の空で年を感じさせたこともありましたが、力士土俵には厳しい論評でした。相方ともいえる舞の海氏とは意見や予想の食い違いが多々ありました。一流横綱といえる10度優勝の威厳で一刀両断し、各界ご意見番としての存在感は絶大でした。24年3月には82歳になっていた。歴代横綱の最長寿は明治時代中期の初代梅ヶ谷で83歳4ヶ月、現代では元横綱初代若乃花が10年に82歳5ヶ月、土地の海が21年に82歳10ヶ月で亡くなっています。北の富士は若乃花さんを超えて最長寿横綱にと話していましたが、82歳7ヶ月でその願いは届きませんでした。生前人気者プリンスの貴乃花とは好勝負を演じました。物言い続きの因縁の勝負では日本中の敵役になりました。北玉時代を期待されましたが、玉の海が急逝してショックで低迷、休場中にハワイでのサーフィンで厳重注意を受けたこともありました。74年名古屋場所で連敗するとあっさり引退、74年9月に井筒部屋として独立、3年後に師匠が死去し合併する形で九重部屋を継承しました。弟弟子だった千代の富士をウルフと命名し、速攻相撲に変身させて横綱まで育て上げました。北斗海と二横綱で10連覇を含む弟子の39度優勝は当時最多でした。師匠は50歳までを有言実行し、92年には千代の富士に部屋を譲りました。86年からは理事に就任して審判部長、新設広報部長などを歴任、理事長候補とも言われましたが、98年に高砂一門理事候補から外れるとあっさりと退職、その後は解説者として土俵に睨みを聞かせていました。現役時はプレーボーイ横綱とも言われ、引退相撲では初めてタキシードを着て歌いました。後年はしばしば着物姿で解説席に座りました。人気横綱だった粋な元親方でしたね。最後まで人生を満喫して旅立つこととなりました。心より北の富士のご冥福をお祈りいたします。最後までご視聴していただきありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録高評価もぜひお願いいたします。それではまた。